はいこんにちはレクセン人講師の矢島です、えー、本日は2021年度の、ね、予備試験の合格を、ね、目指して勉強されている方に対して、まあ、勉強の仕方を、ね、ちょっと一般的な話を、ね、したいと思っています、まあ、なんか特定の講座の、ね、ご案内ではなくて、まあ、勉強の仕方の話になりますねで、まあ、まずね担当試験に通らないと、ね、予備試験はまあ先に進めないので、まあ、担当試験の勉強の仕方から言いますと、まあ、究極の目標は、ね、あの市販されている過去問集に、ね、過去問に載ってますけど、まあ、あれ見たときに、ね、あれが解けるようになっていれば 本番の試験でもね、同じような問題が出るわけだから、まあ、それで合格できるわけなんですよね。なんでまあ究極の目標はね、その過去問集にあるような問題をま解けるようにする力をつけるということになります。で、えー、そのためにはまどうすればいいかっていうとね、いきなり過去問集でやるとね、まあ、ちょっと難しいと思うんですよね。えー、で、そこでまずは何かあ各科目一冊ですね。まあ、そのインプットをするようなテキストをまあ用意してもらいたいと。そしてそのインプット用のテキストは別にあの何でも構わないです。もし今までなんか自分がもう使って慣れてるものがあればそれを使い 続けけていただければと思うんですよねで現時点でまだそのまあ科目によって違うかともは思うんですけど現時点でまだねあのこのどの本がいいかって決めてない人は、まあ、正直学者の先生の基本書とねあの予備校の市販本ねどこの予備校のでもまあいいんですけど市販本とではあの特にまあ予備校の本の方がねあの A ランクとか B ランクとかよくこう優先順位に つけてくれてるから、まあ、大事なところをね、こう、しっかり効率よく勉強しようとしたときにね、まあ、使いやすいと思うので、まあ、基本書にこだわりがない人はね、まあ、予備校の本なんか市販の本、どこの予備校のでも構わないけど、それをまあ利用してもらえればというふうに思いますね。で、まあ、そのね、えー、まあ、本決めたら、それをまあ読んでね、まあ、理解して記憶をまあしていくうことになるんですけども、その時に、あの、その本の最初から最後までをね、こう、全ページこう読もうとしないっていうのがポイントになりますね。それをやると、おそらくあの途中で嫌になっちゃって、挫折してしまってね、 まあ勉強が中断してしまうという恐れがありますので、まあ、特にこうねあの、まあ、予備校の本使っているんだったらこう重,要重要度の高いところねランクがついていると思うので、まあ、そこを中心に今やっていくと。 いいいいうのがいいと思いますね、まあたい論文試験にこう出てるようなところってすごく大事なまあところなんですけどねそういうのってだいこうランクが高めにこう設定されてると思うんですよねでその論文試験で出るようなところっていうのは担当試験でもまあ出ますのでね、まあ、実際担当試験はもっとこう出題範囲が広くてね論文試験で出るようなところにプラスしてもっと細かいところもまあ出るんですけどでもまあ論文試験で出るような大事なところを出るわけなんですよね。でまずはそそそここをををししっっかかりりととえててののの理解を深めてねでその科目のその核ににななるような知識身つ いその後とあとで過去問やってるとねいろいろそれ以外の細かい知識がまあ出てくるんですけどその細かい知識をその核になる知識のところにこう紐付けてねでそこで理解して記憶に残すことがまあできるんですよ。だけどその核になる知識がまだできてない人が過去問やってもね、まあ、細かい知識がこうねあたかもこう 部屋の中にこうたくさんのこう。細かい埃が宙舞ってるかのように、ふわ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 しちゃってね。なかなかこの体系的に整理ができなくてで、生理ができてない。知識っていうのはまあすぐ記憶からこう抜けてしまいますのでね。あまり良くないんですよね。だからそういうまあ意味で。まあまずはインプットの段階で大事なところをしっかり勉強してで。 格を作っっててもらって、ね、でそこから後で過去問をこう、ね、過去問集やって過去問解いていくうちに、まあ、必要な知識をその、ねえー、基本的な知識のところにこう紐づけてねで体系的に整理してまあ理解を、ね、して記憶をしていただければというふうに思うんですね。でその後とね、まあ、インプットのテキストをまあ決めてまあ読んでってもらいたいんですけどその後その担当の過去問集ですがあの年度別の過去問集よりはあの体系別の過去問集全部の年度が、ねえー、その論点ごとにこうまた順番並び替えてこう整理してくれてる過去問集を書く予備校を出してますけど、まあ、そちらの方がまあいいかと思います。 同じようなこう、ねえー、関連論点のところを一緒にこう、えー、まとめて勉強しちゃった方が効率がいいので、まあ、体系別のの過去問集の方がいいいかと思いますでその体系別の過去問集をまあ実際じゃあ解いて、まあ、今度もらうわけなんですけども、えー、でそこで、えー、解いた時に、ね、自分でまあスラスラ解いて、ね、あるいは多少分かんない問題があってもその解説見てで自分でそこが理解できる人は、まあ、その調子で勉強していってもらえれば、ねまあ、受かるから大丈夫ですその,そのままやってってください。で 過去問見てもなんかよくわかんないとで解説見てもなんか難しくてね、えー、理解するのにすごく時間がかかってしまうそれこそ1問あの解説読むのになんか10分20分あるいはもっとそれ以上かかっちゃうってことになっちゃうとそのの状態だとね多分あのそのゴールにあのたどり着くまでに結構時間かかっちゃうと思って良くないんですよねでそこで工夫が必要になるんですけどもその工夫の一つとしては例えばその 担当の過去問集ってね。あのその正答率が書いてありますから、その80%、例えば正答率が80%以上の問題だけを解くみたいな感じで、なんか自分でね。あのこの最後まで続けられそうなあのこう形でね。ちょっとこう。勉強すべき範囲をこう絞ってもらってでその決めたらね。それをそのルールに従って、とりあえずその過去問集を全部やるっていうのが大事だと思います。まあ、その最初から最後まで大事な問題だけでもいいからこうね。ピックアップして。 まあ、やっていくと、まあ、その科目で全体的に要は担当試験でどういうことが聞かれてるのかってことが、あの、把握できるんですよ。で、その把握が、まあ、できれば。インプットの勉強ね。えー、結局、まあ、一回やっただけじゃ、記憶に残らないから、で、忘れちゃうから。一 <laughs> 回記憶しても忘れちゃうから。まあ、結局、あの、合格するまでずっとインプットの勉強を続けていくことになるんですけど。まあ、その担当で、どういうところが出るのかっていうのが、分かっている人が、インプットの勉強を続けていくとね。まあ、インプットやってる時に、あ、ここ担当の過去問で出たのか。 出たなとかねそういうことが意識できるんで、まあ、効率よくあのインプットの勉強を続けることができるんですよねだから、まあ、そういう意味でね、えー、担当の学問全部をこう回せるような。 形でで、まあ、自分で正答率を設定してください、まあ、80%以上っていうのは一つの例示でありますので、まあ、皆さんのね学力にまあ応じて、まあ、とにかく嫌にならずにで自分がある程度こう決めた期間内に全部ね、えー、その科目を回せる、まあ、ぐらいの、まあ、その正答率にまあ設定してもらってうまくだからその試行錯誤しながら調整正答率のところはせあの調整してもらえればと思うんですけどね、まあ、そういう形でやっていただければと思いますね。 で今度あの論文試験の対策なんですけども論文に関してはまず一回ねゴールをしないで勉強しても変な方向にいってしまう可能性がありますからま,あまずあの過去問を見てみるといいですまあ直近のやつの方がいいでしょうね試験の傾向変わりますからねそう言ってなるべく直近の過去問を見てもらってで一応まあ答案書いたりとかあるいは答案書くのが難しいっていうんだったらあの答案構成だけでもいいです要は問題文見てねあのなんか紙にどういうことをこれ書くべきなのかっていうのをまあ過剰書きでもいいからこう書き出してみるんですよね。それが終わった後にまあ法務省の方から取材の をこう発表しててくれてねウェブページの方で公表してくれてるんでそれを見るんですねでそれと見比べてなんかこうあここ出題の詩にあるけど自分が書けてなかったんだ っていいうのを気づいたらその原因を究明します、ね、でその原因がまあ単純に、えー、その知識が足らなかったからなのかそれとも問題文の読み方を間違えてしまったからなのかねそこをまあ究明してで知識が足らなかったっていうんだったら、まあ、インプットの勉強すればいいし、えー、その問題文の読み,落としをして読み落としをしてしまったということになるんであればそれは今後ねあの自分がそういうあの、まあ、ちょっとこうミスをする。 可能性があるんということをまあ意識してで問題文を読む時には注意深く、ね、読むようにすればいいわけなんですよね。いずれにしろこう必ず出題の意思とこう照らし合わせて弱点を、ね、克服するっていうのがまあ大事かと思いますね。であともう一つね予備試験の論文試験対策としてあの効率あのとてもこう効果的だと思われるのは最近はですねあの司法試験と予備試験の試験講ーサインが科目が一緒だったら同じ人がもう全く同じ人が兼任してるんですよここ最近。なので <laughs> まあえー 司法試験の問題作ってる人が予備試験の問題作って採点してるしね予備試験の問題作ってる人が司法試験の問題作って採点してるっていうまあ状況なんですけどもそういう点でねあの司,法司法試験の方って、まあ、実は出題の,の趣旨とかあとさらにどんな答案がいいのか悪いのかっていうことを試験考ーサインが採点実感っていう形で毎年あの法務省のホームページの方で公表してくれてるんですよね。でそのどんな答案がいいのか悪いのかっていうのは法律のまあ要はあのね、えー、答案 だっていう意味で、まあ、予備試験にも共通するし、まあ、そもそもその試験構成員が同じだということになるんであれば、予備試験のね、あの、こう答案作る時にも非常に参考になるんですよね。司法試験の、あの、採点実感ね。あと出題主もね、あの、結構丁寧に書いてくれてるんですよ。司法試験の方はね。だからそういう意味でも、その、こういう論点が出た時に、試験構成員はどういうことを受験生に求めてるのかってことを、把握する上で、とてもですね、その司法試験の出題主と採点実感というのは、ま、有用だということになります。で、そこでですね、えー、まあ ぜひ、あの予備試験の受験生にもまあ、その司法試験の過去問をね。やってもらえるとばいいのかな？っていう風には思ってますね。で、司法試験と予備試験、何か違うのかって言うとまあ、問題文がまあかなり長いです。あの、司法試験の方がねだけど、よくよくは見てみるとね。司法試験は全体的に確かに問題文長いんですけど、結構こう。設問が。 複数に分かれているような科目のものもあるんですよね。で、そうなるとね、一つ一つの説問を見たときに、結局予備試験のね、問題とそんなに変わらないんですよ。長さが。で、しかも、それが、あの、さっき言った通り、同じ人が作ってるわけですから。まあ、そういう点ではね、あの、こう予備試験の、勉強するときに、司法試験の問題をこう流用してもらってね。で、そこで対策を立てると、まあ、結構いいのかなっていうふうには思いますね。要は、そのね、試験公債員が求めているものを理解するには。まあ、司法試験のね、特に出題の人か採点実感で、丁寧にね。いい答案、悪い答案を、示してくれてる。 まあ、司法試験の問題をやるのが、まあ、一番いいんだってことになるんで。まあ、それでぜひね、司法試験の問題なんかも、やってもらいたいなというふうに思うんですよね。で、まあ、実際答案、あの、こう検討するときに、まあ、難しいなっていうふうに思ったらね、まあ、自分でできる、あの。 自分で検討してみてみねどん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 こう理解して取材の人が採点実感読んで,でどん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 自分で理解できる人はその調子でやってくれればあの受かると思います、まあ、時間計って実際答案書いてみたりとかねしてでその書き終わった後にまに取材の人と採点実感見比べてで自分の弱点を把握してでそれを克服す,克服するとでそれでまあ直近6年分ぐらいの過去問をやってもらえれば最低でもね予備試験司法試験それぞれ6年分ぐらいや最低でもやるとで可処分時間があってねあのさらに余裕がある人はもっと一年ずつさかの ってね。行くようなことをやってもらえればというふうに思いますね。で、なかなかその自分で過去問やるの難しいなと。あの実際やってみて。なんかよくわかんないっていう人は、それはあのおそらく。原因はあのまあ、答案の書き方云々の前にね。だいたいあの基本知識の理解があの。まあ論文。 をドームドットを書くのにね。必要なだけの質の、えー、基本知識が身についてない可能性ってのが結構高いんですよね。で、そういう段階からその合格答案を作れるようにするまでにはね。結構時間かかっちゃうんですよ。で、そこで。まあ皆さんが自分のね、えー、まあ、そのライフスタイルと。 の相談とということになりますけど、まあ、時間かけてでも自力でできるって人はそのままやってもらえればと思うんですけどあまりこう受験にねその長い年月をかけられないなっていう人はそういう時はその予備校の講座を頼ってしまった方がまあいいかと思いますね。でその時まあ,あの論文の講座だけだとね多分、えー、結構こうどうにもなんないっていうことが多いと思うので、まあ、インプットのまあ講座からねちゃんと論文の、えー 書の論文の答案ン書くのに必要なまあ知識をまあ身につけるそのインプットの講座と論文の講座を両方ね、えー、取ってしまうとまあいいんじゃないかと思いますね。まあ、この動画はちょっと私の講座の宣伝ではないんですけど、まあ、別の動画でね私の講座あの案内もしてますけどね。まあ一回あのそちらの方を見ていただければというふうに思いますね。まあ、というわけでまあ自分のねその能力と 箇所分時間とととね、えー、そういういころとまあ相談しか、まあね、し今回はねあのまあ勉強の方法っていうのは唯一のもの唯一絶対のものっていうのはありませんからね、まあ、自分が一人一人に合った勉強の仕方をまを選択していただければというふうに思います。さてで最後あの「口述試験」ですけれども、まあ、法律実務基礎科目でね、まあ、民事とまあ刑事がまあ出るわけなんですけど問われてる具体的な内容としてはあの論文試験の方の法律実務基礎科目とも同じですから、まあ、論文試験の月と同じような勉強を続けていっても もられればと、まあいうふうに、まあ思いますね。で、まあ、本番の試験の時はね、口述試験の時はあの。 試験講座員から聞かれてなないいここととペペララ喋ですね聞かれてることに対して真正面からこう答えるというねそういう素直な姿勢でまあ望んでもらえればねまあ合格率すごく高い口述試験まで行ければね合格率すごく高いですからね落ち着いてやっていただければまあ十分もうそこまで到達してる人であればね合格できると思うのでまあそういう感じでやっていただければというふうにまあ思いますねまあいろいろ私の方であの無料公開あの今ねあのコロナウイルスの関係でねなかなかあのこう予備校の方の現場にこう来られないような人もいると 思って、ね、いろいろその無料の動画なんかをレックの方のホームページで上げてますので、まあ、ぜひねあのレックのホームページいろいろまあ見て、まあ、無料の講座なんかも利用しながらねあのうまくモチベーションを維持してですね勉強の方を続けていっていただ,きいただければというふうに思いますね、えー、それではね今回は勉強の仕方ということでちょっと一般的なお話をさせていただきましたけれどもね、えー、どうも最後までご視聴ありがとうございました是非、まあ、ね勉強の方をしっかりと頑張って続けていってください